比較用塗料は、比較に対し、保護、美観、機能を付与するように調合された塗料で、表面に塗り付けることで機能する。塗料の中でも、柔らかい素材に塗られる場合が多いので、柔軟性に富んでいる必要がある。また、比較製品が身近なものであり種で触ることも多いことから、塗料の仕上げ剤として、感触を求められる塗料でもある。さらに、 天然素材を活かす意味では、木工用塗料も同じであるが、見た目にも感触でも素材を活かすことが要求される塗料である。通常の使用方法は、最初に水性の塗料を塗り、その上に溶剤系の塗料を塗って使う場合が多い。最初の水性塗料をバインダーと呼ぶ。これは、比較と仕上げ材のバインダーイコール結ぶという意味に解すれば理解しやすい。 成分は主にアクリル系エマルジョンの接着剤グレードを使うことが多い。近年は強靭な性能を要求されるので、より強靭なウレタン系エマルジョンが使われるようになっている。溶剤系の塗料はニトロセルロースラッカー系が多いが、強靭な性能を要求されるときはウレタン系が使われるようになっている。特に最近は環境に対する影響が少ない塗料として、 有機溶剤を使わない水性仕上げも登場し、性能も優れたものができている。塗料の塗り方は様々な方法があるが、下塗りも上塗りも最も一般的な方法はスプレー塗装である。比較用塗料に特徴的な塗装方法に下塗り塗料の手塗りがあるが、その方法は刷毛を使うものではなく、 水性塗料を毛足の長い絨毯のような布に含ませて比較に塗り付ける特殊なものである。この方法は比較の毛穴や繊維の間に下塗り塗料をしっかり含むかさせることができ密着の良い仕上がりができる。一方、無ラなく仕上げるには熟練を要するものである。伝統的な仕上げの中にカゼイン仕上げがある。これは牛乳に含まれるミルクカゼインなどを 主な成分としているが、水性であり、塗装の仕上げや加工段階での表面磨きと組み合わせると、非常に上品で自然なツヤ感の出る仕上げができる。材料は多く、アクリルエマルジョンやウレタンエマルジョン、消化面ラッカーやウレタン塗料が多く使われる。下塗りには、アクリルエマルジョンやウレタンエマルジョン、その他に、水に分散されたワックス、 カゼインなど様々な水溶性原料が使用される。上塗りには有機溶剤系である消化面ラッカーやウレタン塗料が多いが、最近は環境への影響を配慮して有機溶剤を含まないウレタンエマルジョンによる仕上げも行われている。ありがとうございます。